トム・グリーン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部にし、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は11万224人であり、2000年の10万4010人から6.0%増加した。軍庁所在地はサンアンジェロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。トム・グリーン軍はイリオン軍と共に、 サンアンジェロ大都市圏に構成している。エドビーキーズ判事別館、トム・グリーン軍庁舎の向かい側にある、サンアンジェロ市中心街にある、元テキサス劇場1874年3月13日、トム・グリーン軍が、テキサス州議会によって設立され、軍名は、南軍の巡省だった、トマス・グリーンにちなんで名付けられた。当初の面積は6万平方マイルあった。当初の庁所在地は、 ベンフィックリンの町だったが、1882年の本著川洪水で、町が破壊され、65人が水死した。軍庁所在地は、サンタアンジェラに移転された。1883年、アメリカ合衆国郵便局によって、町の名前が公式にサンアンジェロに変更された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1541平方マイルで、 あり、このうち陸地1.522平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は1.20%である。サンアンジェロ市の北西、アメリカ国道87号線からの長め以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トム・グリーン軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。